先日のサンジアゴとの一戦は4対4の引き分けでした。個人としてはアシストをマークすることができましたが、まだまだ課題があると思うので、次の試合でしっかり結果を残せるよう頑張っていきたいと思います。次こそは、スペイン初勝利を目指して、また頑張りたいなと思います。日本から応援してください。